ルネ・オーベル・ジョノワは、アメリカ合衆国ニューヨーク市出身の俳優、声優である。1940年ニューヨーク市に生まれる。父親は、ツイス生まれの作家で、祖父は画家だった。なお、父親は、ピューリッツァー賞にもノミネートされている。母親は、ジョアシャン・ミュラ、ナポレオン・ボナパルト、ナポリ王国ら皇族の子孫。第二次世界大戦時に、戦火を逃れるために、一家は、 パリへ移住。その頃から役者になることを志し始め、数年後にアメリカへ帰国すると、ロックランド軍を拠点とする芸術家が多く住む、居留地へ移住。当時、その集落に住んでいた俳優のジョン・ハウスマンらと、親交も深めた。大学卒業後は、舞台デビューを果たし、ニューヨークとロサンゼルス、サンフランシスコなどで開催されていた、いくつかの舞台にも出演。 1968年には、ディアオで、ブロードウェイデビューも果たす。翌年には、キャサリン・ヘプバーンとの共演作において、トニー賞を受賞している。その後も、トニー賞に引き続きノミネートされた。同時に、テレビや映画などでも露出が増え始め、着々とキャリアを重ねていった。シリアスな役柄から、コミカルな役柄、怪しい役柄までと幅広いパフォーマンスを見せ、 エミー賞にもノミネートされている。日本でも人気ドラマシリーズのスター・トレック・ディープスペース9のお堂役で知られているほか、映画では初期のロバート・アルトマン監督作品や人気コメディシリーズ第5弾のポリス・アカデミー・をマイアミ特別勤務の悪役でも知られている。なお、同作品においてはメインキャラクターであるラサード校長を誘拐する間画の抜けたギャングのボスを コミカルに演じた。バットマンフォーエバーでは、脇役ではあるが、プロデューサーのキム・バートンと似た容姿のバートン博士役を演じている。声優としてのキャリアも豊富で、アニメーションやラジオ、テレビゲームに出演した。2008年には、シェイクスピア・シアター・カンパニーの舞台においてもデビューを果たしたほか、監督や演出家としての顔も持っている。1963年に結婚しており、二人の 子供がいる。娘のテッサ・オーベルジョノワと息子のレミー・オーベルジョノワはいずれも俳優として活動している。2019年12月8日、ロサンゼルスの自宅で転移性肺がんにより死去した。ありがとうございます。